はい。キャプテンアスのバイブルトークです。えー、今日1月14、14日ですかね。えー、金曜日。今日からですね、えー、神明期。申セ御書の神明期が始まるところですけども、神明期。この名前というの、このね、神明期。この、なんていう猿みたいな文字ね。神明期は、えー、デュトロノミー、英語では、ね、言うんですけども、こう、セカンドロー、 2回目の2つ目の立法っていうような意味があったりあとは重ねて命令するっていうね新明記というのは重ねて命令しますねそういう意味から来てますと。じゃあなんでわざわざもう一回ね立法をこう言わなきゃいけないのかっていうと最初聞いた人たちみんな死んじゃったからということなんですね。 えー、創世紀出エジプト紀レビ記、民数紀神明紀と最後のものなんですけども、えー、アラノで40年間いる間にヨシュアとカレブ以外モーセも含めて、ね、全員アラノで死んでしまって次の世代に行くのは、えー、ヨシュアとカレブのおじいちゃん2人とあと若い世代と。 つまりこの新明記というのはその若い世代の人たち特に若い世代の人たちにモーセが最後にもう一回立法をこう語りますというふうにモーセの説教集というふうになってますので、ね、あの手紙シリーズの中ではパオロからの手紙が手もて書だとしたら今度はモーセから次世代 継承ででですよ次世,代で次世代へのの手紙とといいうことでこの新記を読んでいきますまたおいおいねあのその辺も言ってきますけども今日は1章節節から18節までこれはモーセがイスラエルの全ての民に告げた言葉であるヨル,ダンあの、うん、ヨルダンの川向こうバランとトフェルラバンハチェロテデイザバフトの間のスフに面したアラバのアラノでのことであったと。 ホレブからセールさんを経てガデシュ・バルネアまでに至る道のりは11日であると。モーセがさっき言いましたよう、ね、に、イスラエルの若い、特に若い次世代に向けてこれを語りました。それどこかと言いますと、アラバのアラノってどこかと言いますと、これは、えー、モアブの、いやこれね、地名がね、 こう地図がないといいいろろ出ししましたけども地図がないと全然分かんなくなるんですけどもその地図も場所が結構地名が変わってたり今分かんない地名もあったりするんですが大体どんな感じで進んでったかというのがまあ本によってこう書いてあるんですけどもージプトからね 40, なので40年間の旅の大体様子がまあこんな感じでね。 で、えー、ここからホレブからセイルさんを経てこのセイルさんがどこかっていうまたこうあれなんでうまあいいやホレブから、えー、これシナイさんねシナイさんからカデシュバルネアここ,、ね、ここまで11日間で行けると11日間10日間ぐらいでここまで11日間でここはねその約束の地の入り口なんですよ。 こ,こからもヤフトのうちに入れるだから10 11日あればここからの旅で行けたところをさあ3節第40年の第11回の1日にモーセは主がイスラエルの子覧のために命じられた、えー、全てのことに従って彼らに語ったということであれちょっと待って11日間で行けるはずなのに全部で40年間かかっちゃいましたということなんですね。 本当だったら11日で行けるところ40年間変わりましたなぜかというとここでえこの後やりますけどある事件が起こってその後この辺荒野をぐるぐる回ったり遠回りして別の入り口からこの約束の地に入るということで今この別の入り口のモアブの草原かなの辺りにアラバの荒野イコールモアブの草原のところだと思うんですけどその辺がねあの地名が変わったり変わったりというか名前が違ったりして大変なんですけどもえでまあ地図もいろんなのがあるんですが。 一つね、便利な地図があるんですけども、私持ってるんですけども、全部が書いてある42の、えー、宿営地が全部地図に載ってる便利な本があるんですが、ちょっとこれはあんまりね、使わない方がいいというか、ちょっといろいろこれ使うといろいろ問題があったりもするっていうもので、でもこれいいと思いますよこれ。これはこれで偉いと思うんだけども、ただこれちょっとあのなんかね、いろいろ問題があるので、まあ、参考にはしますけども、紹介はしませんと。 えーまあ、とにかくここでねモーセがこれから約束地に入る前にちょっと言わせろってことで長いどこまでだ何十20 30章まあ後半はモーセじゃないっていうねモーセの言葉じゃないんですけども34章までの長いメッセージがここからありますと。えー、じゃあどこ行こうか。 それはモーセがヘシュボンに住んでいたアモリ人の王シホンおよびアシュタルテに住んでいたバシャン軍の王オグをエデレイで打ち破った後のことであったとヨルダンの川向こうモアブの地でモーセは次のように見押しの確認を行うことにしてつまりこれからヨルダンが渡るんですけどもそのモアブの地でモーセがもう一回見押しつまり立法の確認のメッセージをしたっていうのがこれから6節以降の話でで6節以降がこのね あの本題に入ってきます私たちの神主はホレブで私たちに告げられた「あなた方はこの山に十分長くとどまったあなた方は向きを変えて出発せよ」そしてアモリ人の産地にまたその全ての近隣の者たちの地すなわちアラバ産地シェフェラネゲブ海辺カナン人の地レバノンさらにあのタイガユーフラテス側にまで行け「見よ私はその地をあなた方の手に渡している行けその地を所有せよ」。 これは主があなた方の父祖アブラハムイサクヤコブに対して彼らとその後の子孫に与えると誓った地である私はあの時あなた方にこう言った私一人であなた方を追うことはできないこれモーセが言ったねあなた方の神主があなた方を増やされたので見よあなた方は今日星の空のように多いアブラハム契約の通りになりましたどうかあなた方の父祖の神主があなた方を今の千倍にも増やしてくださるようにそしてあなた方に約束された通りあなた方を祝福してくださるように どのようにして私一人であなた方の揉め事と重荷と争いを追い切れるだろうかモーセなんかちょっと愚痴ってますけどもあなた方は部族ごとに知恵があり判断力があり経験に富む人たちを出しなさい彼らはあなた方の頭として立てようとねあのちゃんとこうリーダーを立てましょうするとあなた方は私に答えてあなたがしようと言われたことは良いことですと言ったいいじゃないですかねちゃんとね そこで私はあなた方の部族の頭で知恵があり経験に富む人たちを選び取り彼らをあなた方の上に立つ頭としあなた方の部族の1,000人の長100人の長50人,人,人の長10人の長また司たちとしたとその時私はあなた方の裁き人たち,裁き人たちに命じたあなた方の同胞相互の言い分をよく聞きある人とその同胞との間またキリシャとの間を正しく裁きなさいと裁判では人を偏ってみてはならない身分の低い人にも高い人にも皆同じように聞かなければならない。

1>, まあ1週間2週間以内に行けるところをなんで40年かかっちゃったのかっていうとまあ明日それやるんですけども神様に従わなかったとね偵察隊の話ですよあの12人のスパイの話ですけどもそれで40年だけどもそれだけそれ以外にもあのまあ一つの考えとして11日で入ってったら多分もっと大変なことが起きてたのかなって気もします。 あのあ説明聞きましたね説明聞いてあ分かったあそうか分かった分かった OKOK、OK OK、っつって言ったら多分いろんな問題がその約束の地の中で起こったと思います。で40年間というのはもちろん神様がこう、まあ、罰として与えたような側面もあるんだけどももう一方でそれは訓練であると。ね、祝福とまで言わないけども訓練必要な訓練であったっていうふうに え考えてもいいいんじゃないかと自分は思ったりもしますあの民数記のところではね荒野塾ということでと荒野でね40年間そこで塾長ね、えー、神様ねもう私はあるとね私が、あのー、私はあるというね方がもう何でもありのねもう神様がそこで40年間訓練する、えー、そういう話を民数記でやりましたけども。 訓練だと思うんですねで私たちあのこのこの間までやってた第一手持ての,あの「経験」っていう話もそうかもしれない経験なクリスチャン経験なクリスチャンでこれも神様を恐れて神様に従うっていうのは頭で理解できる頭で理解するのは簡単多分11日間でいけそうでないって思っちゃうんですねあ分かった聖書読んで。でも 本当にそれを理解するには失敗もするでしょうしえ何度も経験を積んでいろんなケースをえーで時にはもうやってらんねえやって思いもあってでもそれでも何度も何度も神様に向き直していく中で経験とは何かあ本当に神様が生きて働く方なんだ神様に頼ればいいんだってことを学んでいくそ,のそれが 経験とは何か経験なクリスチャンなんじゃないかと思います。だからこの地上にいる間はね、それを目指す目指す場所はそこですけども、でも私たちはずっとそれをねぐるぐるもしかしたら回っているのかもしれない。えー、そんな風に考えたりもします。えー、新命期の中でもちろんねあ、えー、のー速攻でこうらしいよあの約、ー、束のうちに、ね、行ければよかったと思いますけど多分行けない誰も行ける人いないと思うんですよね。 えー、その中で神様は諦めずに何度も何度も失敗するイスラエルの民を許しそしてまた同じ方向を向くようにそしてね希望を捨てないようにその訓練、えー、それが、えー、このアラノデの40年間で神明記はその最後にいよいよこれから入っていく前にその訓練はもちろん終えてるし、ねえー、このダメな前の世代の反面教師のこともよく見てるヨシュアの世代 でもそんな彼らでもお前たちもまたね、えー、失敗するでしょう。でもそれでもこの立法この見教えをしっかりと握って前に進みなさいっていうようなそういう次世代への、えー、このね最後のメッセージモーセの命がけの最後のメッセージこれが神明期だと思います。はい、えー、ということで楽しみですけども、えー、次はまた明日ですね。それではまたごきげんよう。